それでは表題の文献を丸山が紹介します。はい、最初に概要なんですけど、これはテキストシンプリフィケーションの、評価尺度と、それがまあ人で見た時の評価とどんな風に関係しているのかっていうのを議論している、論文です。であんまり平易化だってこう評価尺度がどうこうっていう議論結構少なくて、割と珍しい方のペーパーだと思います。で内容はもうタイトルにあるそのままあるように、ブリューはまあテキストシンプリフィケーションの評価に使うにあんまり良くないっていうことが、まあ、メインの内容です。で他にやってる貢献としては、ここでちょっと分割っていうのも、フォーカスしてて、それを評価するためにこうデータセットを手作業で作っていたりとか、そこにフォーカスしてこう評価尺度どうなんだろうっていう議論がされているっていうところがポイントです。はい。で最初にこうどういう流れでこう進んでいくのかっていうのを説明すると、評価のデータとして、ウィキの、まあ、この過去にあるこの1つの文に対して8つのこうリファレンスがついているようなデータセットで、まあ、これはその語彙平易化ですね、パラフレーズに注目したデータセットで、分割とかその削除とか含まれてないデータセットと、ここで作った分割にこう焦点を当てたデータセットの2つを評価のデータとして利用します。でこう平易化のモデルこう何個いくつかあるんですけど、そのマシントランスレーションベースのシステムとか、あとはその分割のシステムとか、こう何個もこう試して、それの出力をこう評価してあげて、で人手でこう評価した時との相関を見てあげるっていうような内容になってます。で最初にそのコーパス、分割のコーパスの話です。で、さっきも出てきたように、この8つのリファレンスがある、ものをの何回分側ですね、このノーマルウィキペディアっていう多分ここの部分を対象として、アノテーターがこの1文に対して4人ですね、でこう文を分割するように、書き換えてます。でアノテーターの内訳は、まあ、ネイティブな人が2人と、あとは、まあ、ネイティブに相当するような能力を持っている人が2人っていうような内訳で書き換えを行っています。で、そのデータを作るにあたってこう2つこうガイドラインを用意してて、一つはこの文法とかこの文の意味とか流暢性を保ちつつも可能な限りこう分割してくださいっていう方法と、あとはしたのが、その平易になる場合のみ分割してくださいっていう意味で、まあ、こっちはもう平易になることを明示的にこう突っ込んでいて、でこっちはまあ暗にこう平易になるんじゃないかなみたいな、そういうガイドラインの構成になってます。でそれぞれこう4種類ですね、そのネイティブなのかというのと、あとガイドラインがどっちなのかっていうので4種類作ってて、データはこんな感じですね。で、まあ、その文がこう著しくこう崩れてしまったりとかする場合は、分割しないっていうこともあるんで、そのスプリット線とその分割した割合とかもまあ100にはならないっていうような感じで、あとはだいたい分割後の 分数がここなんですけど、だいたい2分くらい平均して2分くらいの、まあ、データセットになってます。はい。で次に、実験の方についてです。で最初にこの自動評価の方の評価尺度なんですけど、まあ、タイトルにもあるようにブリューですね。で、まあ、ご存知だと思うんですけど、まあ、完結ペナルティというのをかけてあげて、あとはこの N グラムの一致度を見てあげるというようなスコアです。であとたまにこう平易化の評価の時に出てくる I ブリューってやつは、アウトプットとリファレンスのブリューと、インプットとアウトプットの間のブリューを重み付けしてこう計算してあげるっていうような感じですね。どのくらい多分変化しているのかみたいなのを見てあげたいっていうことだと思います。であとは、結構昔からあるこの可読性の評価尺度っていうやつで FK ですね。この文の数とかワードの数とか音節数とかのを単純にカウントしてこうなんか係数をかけたり、まあまあ、引いたりしてあげるっていうような評価尺度です。あとは平易化でよく使われているこのサリっていうやつは、まあ、いろいろ式が書いてあるんですけど、基本的にはこの
語を削除するのか、あとはそのインプットにあるものをそのままこうキープするのかっていうのと、あと新しく加えてあげるのかっていう3つの操作に注目していて、それのプレシジョンとかリコール、まあ、削除の方は、プレシジョンだけですねに注目してこう見てあげるっていうような評価尺度と、あとは編集距離っていうのを一応ここに置いています。で、評価は、70分を3人で評価します。で、評価の項目はこの文法性と意味保持性と、まあ、平易さと、あとはその文の構造がこう平易なのかどうかっていうもので、それぞれこう5段階でこうスコアをつけてあげるっていうような形です。で、その評価するためのこうセッティングが大きく分けて3つあって、で最初にこのスタンダードリファレンスセッティングっていうのがの中でもこう2つあって、で上からその文分割を使わないこうパスに対してこう評価をしてあげようということで、でそれに対してこうマシントランスレーションのベースのシステムがこう6つくらいあって、こういくつかニューラル、テキストシンプリフィケーションとか、まあ、サリオでなんかチューニングするやつとかこう何個か入ってます。でもう一つが、全部使う場合ですね、この 分割も含んでいるような状態にしてあげて、さっき上と同じようにマシントランスレーションのアウトプットを出してあげようというような感じです。で、結果がこのようになっています。で、ブリューの、まあ、1なんかリファレンスの数が1つなのか8つなのかでそれぞれあるっていうような感じ でこの表の中の数字は、その分レベルのスピアマンの、まあ、スピアマンコリレーションになってますっていう形で、最初にこのブリューのところに注目してもらうと、まあ、シンプリシティとか、あとはなんかストラクチャルシンプリシティとかでは負の相関があって、結局ブリューではその平易さっていうのをうまく捉えていることはできないっていうのが分かります。で、またその分こっち下がこの分分割をも含んでいる場合なんですけど、そういうふうにやると、まあ、上だと結構こうグラマティカリティとか、まあ、その意味の保持性とかっていうのは割と相関があったんですけど、分割をこう突っ込んだ瞬間にもうほとんどこうグラマティカリティとかミニングプリザベーションのところで相関がなくなっていて、であんまりこう分分割に突っ込むと捉えられないなっていうのが分かります。でまたこう、編集距離と比べても結構低い値になってて、編集距離よりも悪いというかうまく取れないような感じに なっていることが分かります。でじゃあその編集距離とこのブリューっていうののなんか相関も見てあげると、結構この編集距離とブリューで相関があって、でまあその分割を含む場合も含まない場合も割と相関があって、もしかしたらこうブリューっていうのはそのあんまりこう編集しない場合にこう高いスコアになるんじゃないかな、あ、まあ、平易化ではそういうふうなスコアになるんじゃないかなっていうので、こう補修的な評価、補修性っていうんですかね、こう編集しないことを評価するような尺度になっているんじゃないかなっていうようなことが書かれていました。はい、であとは、このサリの部分に注目してもらうと、シンプリシティっていう部分ではまあ相関があるんですけど、この構造の部分を見るともうほとんど相関がないということで、まあ、サリは結局その語彙レベルでこう一致してるかどうかみたいなのを見てあげる評価尺度なんで、割とその語彙平易化っていう的語彙のを平易化されているかどうかっていうのを評価することはできるんですけど、構造としてこう平易かどうかっていうのは捉えられないっていうような評価尺度であるっていうことが分かります。で、最後に、この分分割のコーパスで、なおかつこう分割 をメインの操作とするようなモデル6システムでこう評価した場合にどうなるのかっていう結果 でやっぱり、さっきと言ってることは同じで、まあ、モデルを変えてもうまくやっぱブリューは捉えられないな、ブリューではこう平易さっていうのは捉えることできないなっていうのが分かりました。
はい、で、まとめです。でブリューはやっぱりこう平易さを捉えるっていう意味では、まあ、うまく捉えられないんで、そのテキストシンプリフィケーションの評価に使うのはあんまり良くないんです。で、まあ、そのさっきも言ったようにこう平易さとはまあ負の相関があって、でまたその分割とか入ってくるともう、編集距離の相関よりも悪くなります。編集距離はまあ教師で答えを必要としない評価尺度なんで、まあ、それよりも結構低くなるというのはあんまり良くないなっていうことです。で、まあ、最後にこうブリューはあんまり使うべきじゃないっていうのがこう結論としてあります。以上です。